豊田市の明治用水頭首工では漏水によって水位が下がり、本来の取水口から水が取り込めなくなったため、東海農政局は矢板と呼ばれる鉄の板を川底に打ち込むなどして水位を上げる工事を進めています。これまでに右岸にある取水口周辺での矢板の設置は完了していますが、14日からは漏水の原因である左岸側の穴の周辺に矢板や土のうを設置して穴に水が流れ込むのを防ぐ工事を始めるということです。これにより川の水位を上げ、右岸や左岸にある取水口から水を取り込む考えです。東海農政局は来月下旬をめどに工事を完了させ、通常通りの毎秒およそ20トンの水を供給することを目指しています。